ユーティーのお時間、コメントありがとうございました。本当に松村さん、先日配信された動画コメントを本動画で読み上げていただきありがとうございました。いえいえ、こちらこそありがとうございます。ネット対戦すること自体未経験ですが、猫ニラさんと一緒に対戦できる時を楽しみにしています。こちらもです。ぜひ誰々と対戦してみたっていう動画もね、上げていきたいと思うので募集してますから、ぜひよろしくお願いします。ツイッター等でね、スカットの画像とか送ってきていただけると嬉しい。私全然いい選手出ないよ。そうですからね。パックはきついですよね。僕もパックで引いた選手だけでやってますけども、ほんと早くマーケットで買いたいもん。マーケットで買うのデメあるよね。ワールドクラスでしょ。まあ確かに普通のシングルプレイのシングルシーズンのワールドクラスだったら全然勝てるんですけど、スカットバトルのワールドクラスはマジで強いですよね、あれね。もう私のクラブメンバーのチームメイトもこれだけね、常日頃から FIFA ばっかやってるあの人たちですらワールドクラスに負けた負けた負けたって言ってますから、ちょっとね、まあいつか挑んでみたい。いつかっていうか、まあ近々挑んでみたい。 EDDNT さん、10万の重課金してください。まあね、いつかねやりたい。まあウォークアウト出るまでとかだと下手したらまあそれぐらい、まあそこまではいかないけど、もう1万、2万、3万ありえるかもしれない。カツうどんさん、カツうどんって名前いいですね。お題、 WCCF の1617でキラ化される選手が出るまで。今回のルーレットはこれなので、WCCF の1617のレアが出るまで、 WCCF で今出てるレア枠の選手がこれなんですよ、この辺なんで。もちろんね、 FIFA に搭載されてない選手もいるんであれなんですけど、この辺の選手が出るまでやっていこうと。これに当たった場合ね、一発勝負いきます。録画できてるよね。個人的には最高レート放出かウォークアウト出るまでは引きたくない。ウォークアウト出るまできついんだよ。いきますね。そいドドンガドン、2000コイン選手、素晴らしい。2000コインまでの選手をマーケットで買えるよってやつ、これはいい出目引きましたね。でですね、今回はこの辺のオンラインとかシングルプレイとかスカットバトルとかではなくてですね、これをやっていこうじゃないかと。これまだ1個も触ってないんですよ。どうやらですね、私が持っている選手でスカットを組むゲームみたい。これね、どういうことなんだろう。最初の取引、クラブの所属のブロンズ選手を交換してブロンズギフトパックを獲得する。これどうしたらいいの。選手の質、ブロンズ限定、チームの選手数1、ぶち込めばいいってこと。これで送信、チームの送信、今後このメッセージを受信しない。これで、あ、なんかブロンズパック手に入れた。で、あ、チャレンジを完了していくとなんかいろいろもらえるわけですね。あ、これチームビルダーでできるじゃん、勝手にチームの送信。え、これでどんどん報酬がもらえるじゃん。あ、これでみんななんかパック、なんかプレミアパックとかそういうのを手に入れてたってこと。はい、選手2名パックゲットしました。イングランド人のプレミアの一部、これでいいんじゃないの。え、これめっちゃ報酬もらえない。めっちゃ報酬もらえることない、これ。あ、素晴らしい、こういうのもらえるの、すげえ。これみんなやったこと、これ無課金の人のスーパー助け船じゃん、これ。君でいいや、君に消耗品を使って、こういうことか、だから先手に入ったのかな。なるほどね。あ、これでいけるじゃん、 OK。 ポジションセンターバック、あれムスタフィーは？
いなくなるじゃんこれ選手、選手いなくなるやつじゃんこれ。バルザールいなくなったじゃん。死ぬ死ぬじゃんこれ俺。しかもブロンズパックしか来てないわ。ブロンズパックなんかもらったってしょうがねえだろうが。バルザーリとかいなくなっちゃったよ。ほんでこれと交換ですからね、バルザーリ。そうでしょ。これある意味、ある意味地獄ですね。ここ、これなんか出て私の選手がいなくなっちゃったんだから、何か出てください。トルコ、ガラタサライ。常に自分の首を絞めていくね、このド M スタイル。この感じ。あ、コオロギ出た。やった、嬉しい。待って待って、とりあえずドイツのセンターバックは多分フーとかなんかいるから、よかった、フーといてよかった。まだ弱くなったな、チームが弱く。ここもなんかいる、ここもなんかいるはず。ブンデスの使ってた選手いないでしょ多分。だってねえ、フィリップいなくなったでしょ、きっと。フィリップこれいなくなりましたね。フィリップいなくなったので、まあしょうがないね。こうなったわ。つらっ、つらっ。ムスタフィーがいなくなった。私の元からムスタフィーがいなくなりました。こっちはいいんですよ、まだこっちはいいんですけど、今日お目見えするはずだったイタリアのセリエ A スカット、ボコボコになってます、こっち。アホかよ。バルザーリ、バルザーリがいない、インモビレもいなくなったじゃん。そうでしょ、セリエのセンターバックいます。あ、いたわ、まだいたわ、あぶね。あ、カンドレーバーもいなくなったの。カンドレーバもいないじゃん。嘘でしょ。まあこういう感じになるな、これは。まあまあなんとかレイナとかがいてよかったわ、まだ。危な、怖っ。あれいなく、俺にはじゃあ不向きですね、あれは。いらない選手でなんとかするしかないっていう感じか、あれに関しては。いやオッケー、まあなんとかなりそうでよかった。もう今回の被害者、バルザーリ、カンドレーバ、ムスタフィー、私のトップランクの選手たちが消えていなくなりました。まあいいや、ちょっと2000ゴールドで買ってこう。2000ゴールドで何かを買います。とりあえずブンデスの右の選手が欲しいです。国籍のドイツで右の選手、ポジション、あ、ライトミッドフィルダー。これで最高価格を2000円、2000、これで何が出てくるかだな。 OK、 何が どの程度が出てくる。あ、いいですね。まあヘアマンにしますか。ヘアマンに、ヘアマンがいいですね、やっぱり。ヘアマンが安くていい感じ。ちょっと価格をギリギリまで下げて、そうするとヘアマン買えない。あ、買えるじゃん。1500、1400、1400、1400、あ、1200でもあるな。1100ぐらい、1000とかで調べてみる。あ、1000はない。1100はある。これ買いましょう、即決。はい、オッケー。これでですね、右、ブンデスの右が話変わったと。で、あと900ありますから、ドイツの監督が欲しい、ドイツ人。高えな、クロップとか高えよ。ゴールドで
900までなら買える。あ、ないないの900。シルバーのドイツ、この人買っときましょう。この人で選手入れ替える。これで OK、 とりあえず OK。 いや、やばいな。このセリエスカット強かったのに、ここにバルザーリいて、ここにインボービルいて、ここにカンドレーバいたんですよ。どうしてこうなったんや。2歩進んで3歩下がる、それが人生です。いくぞ。